そしていよいよ最後の対決です。さあ最後の勝負はですね、2人が得意とされるものを無事に用意いたしました。おそれについてのクイズでございます。あそれなの、面白くかも。早押しクイズでございます、で先にですね3点取った方が勝ちとなります。よろしいですか。お互いの得意ジャンルが出題される早押しクイズ。相手の得意ジャンルを答えて勝利をつかみ取ってください。絶対負けねえからセンター選手早くよ。絶対負けねえからな。ちょっと一回ちょっと押してみて、ちゃんと使えるかどうか。すげえ。どっちか、あ、こっちか、こっち押しちゃったよ、ね、嘘つけ、分かっただろ鋭い、分かっただろ。たまにボケてんだよたまにボケてんだよ最近ボケてねえから。いや、全部持ってかれてるから今スタッフさんに。ごめん、もう違う、面白すぎるよ。いや、違う違う。アメリカで行われている世界最高峰といわれるボディービルの大会ミスターオリンピアで1998年からボビーさん98年でしょ、試合でしょ。やべえじゃん俺誰ですか。さあお名前を。ちょっと待ってよ、焦らさないでよ。答え、ね、あ、ニコ・コールマン。惜しいです。惜しい、ニコール・コールマン、はい、ニコール・コールマン。いやいやいや、もう今北村選手コールマンやってるって。北村選手ニコール・コールマン惜しいという。はい、コールマンだって。待ってください、北村選手お願いします。はい、ロニー・コールマンです。正解。あこれだけはめっちゃ強気で言うてめっちゃ恥ずいやんただめちゃくちゃ恥ずかしいやつ。ちょっとずれたんだね。誰ニコール黒人だよ。ニコールは映画出てる人。いやいやいや、ニコールキッドマンだよ誰の話してんのお前全然ちゃうやん。1995年サッカーの最高峰となるバロンドールをアフリカ人で初めて受賞したのは。あー、これはそうか。サッカー、ジョージ・ウェア。正解。ジョージ・ウェア。それ知らないでしょ。どっちにしても分からなかった。ああ、あれは取りたかったな。お互い得意分野がね、来ましたけど。確かに確かに。お互い得意ジャンルを制し同点。北村、これならいけるか。はい、3問目です。3問目、東京オリンピック2020でレスリング男子65キロ級で金メダルを取った選手の名前は。ボビーさん。山岸。レスリングですよ、レスリングですね分かるじゃん、レスリングだから。あ、分かった。60キロ級だったら乙黒だ。正解です。どうしよう。ここで取らないとやばい、やべえな、負けるよ。バスケは、バスケ、まあ、ギリ、はい、バスケ、バスケはバスケはいいんじゃない。ギリギリ、帰って帰ってやらせはダメだやらせはダメおかしいじゃん。北村、勝ってくれ。第4問、うん、漫画スラムダンクでインターハイで戦う三王工業のキャプテンでピョンが口癖のキャラクターの名前は。知ってる。マジ？スラムダンク見てたから。そうなんだ。やばいの。世代だから。ああ、ちょっと。でもね、三王戦は来年の秋に民放で映画するんですよ。井上さん。その情報はどう？正解。正解じゃねえよ、正解じゃねえよ。井上さんじゃねえから。来年さ、見てないの。漫画編はまだどこ？復活じゃない。復活でしょ。正解です。そうだよ、そうだよ。井上じゃない。それは漫画だじゃん、すごいよ。漫画の裏から。そう。今ちょっとあれ、ちょっとね、制限時間が超えちゃってました。今制限時間が超えちゃってます。いや、井上で正解って言うから、俺はあれ？今回は制限時間で、アウト。すごい卑怯なの。いや、すぐに答えないって。北村さん、一体何が得意なんすか？
確かに何してたんだろう。何が得意なんです。得意ジャンルを答えることができず、ボビーにリードを許したまま。しかし5問目のプロテインの問題で。カゼインプロテイン。正解です。なんとか同点に。リベンジマッチ、運命の最終問題。ここまでお膳立てしたからには北村なんとか勝ってくれ。では最後の問題お願いします。今の総理大臣は。変わったからな。でも変わったからな。誰のこと。先に押したのはボビー。果たしてボビーさん。岸田さんでしょ。正解です。すごい。やっぱり誰だと思ってたの。その前の人。その前の人誰ですか。はい、誰だと思った。菅官房長官。やばいね、これは。岸田さんで。岸田さん、はい、はい、やばいな。眞子さまと結婚された方はどなたでしょう。ちょっと待って、すごい簡単。はい、すごい簡単。話題になってる。ちょっと待って、はい、あの、はい、長髪から短髪になって。おー、そうですね、はい、難しいっすね。もう思い切ってもあのカメラドーンって言ってください。なんで出てこないんですか。3、2、1、どうぞ。ニューヨーカーの人です。やめだ。俺、同じクラスにされるのやめて。やめて。それボビー勝つわ。やばい。救いようもなく、北村、惨敗。ということで、罰ゲームを受けてもらいます。スイーツは好きです。好きです。あ、めちゃくちゃ。ちょっとこちらです、どうぞ。それはバラエティの定番、わさびシュークリームです。え、もう喜んで。はい、じゃあパクッと。はい、いきます。何でしたっすか。何でしたっすか。なんかいいかなと思って。絵になるかなと思って。え、すごいいい匂いでしょ。思いっきり。マジで。ダメだよ、見せれねえから。いくら深夜中だって食べてもらいますから。俺そこまで求めてないよ。こんな痛いっすか。こんな痛いっす、痛いっす。でも下の方が痛いわ。何食べたら。試合ボーイさんと試合食べたらいいよ。ボビーの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた、まだまだ登録してないなら、これから5秒ぐらい上げるよ。の世界炸裂満載なんだ。格闘技やバラエティやコメディタッチありながらの続きはボビーの YouTube チャンネルで。そのままお見逃しなく。ボイ、なんでなんかボイ。ボビーの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた。